こんにちは、月の影です。いやね、先日のね、あのミンデキ2020スペシャル生特番で、まあストライクウィッチーズの R2B 10月からの放送という情報が公開されまして、まあ、あとねルミナスウィッチーズの、まあ、曲の PV だったり、まあ、特別映像だったりが生放送されましたね、ということで、まあそれについての感想を適当に喋っていきたいなと思うんですけど、いや、なんでいきなりね、ガンダム系の人間だったやつが、ストライクウィッチーズみたいな、まあそういうオタクゴリゴリなものの感想についてね、喋り始めるかっていうとですね、まあ、とりあえず僕がですね、結構こっちの人間だったんですよ、ツイッターだったら。なんか気づいたらね、ガンダムのね、せいで、ガンダム界隈に消えてって。違うんだよ、ストライクウィッチーズが新しい情報が出てこねえんだよ。しょうがないじゃん。まあ、やっと、それがですね。そうですよ。まあ、ストライクウィッチーズ劇場版が、2012年に公開されてたのに、僕たちはあの続くの続きを待っていたんだと。そういう猛者たちがね、やっとの思いで、この2020年にたどり着いたっていうことですよ。はい。まあ、わからない人たちのためにも説明するとですね、ストライクウィッチーズ、まあ、R2B っていう、まあ、立ち位置的には3期に当たるんですけど、もともと1期が、2008年。で、まあ、2期が2010年と。で、劇場版がですね、2012年。で、OVA が2014年にありまして、まあ、OVA がですね、その、まあ、劇場版の直前のね、まあ、その、サブキャラクターを、スポットを当てて作られた話で、まあ、その、主人公のね、宮藤よしかちゃんにスポットを当てた正統続編は、やっとこのね、2020年の10月からということですよ。まあ自分はその劇場版のね、音楽を初めて知って、で、まあ、オペレーションビクトリーアローから入った人間なんですけど、まあ、その、なんでしょうね、その、劇場版を劇場で見て、スクリーンで見た続きを待ちに待った人間たちにとっては、まあ、すごく感銘深いっていうかね、嬉しい話なんだろうなって思うんですけど、まあ、しばらく離れてたせいで、なんだろう、若干感動が薄いっていうのもあるんだけどね。そう、まあ何よりですね、僕個人としては、まあ、その、なんだろう、2018年にやってた、2016か、待って、2016だな、そう、2016年にやってたね、ブレイブウィッチーズがね、作画の問題とかで若干滑っちゃって、あとシナリオの、なんだろう、結構、シリアスな感じとか、そういうところで、まあ、若干客層が離れちゃって、寂しいなっていうところもあったんですけどね。まあ、今回の続編。何よりね、今回僕、結構画質、絵柄とか、結構心配してたんですけどね。そう、アニメーション制作。また変わるんすよ。今度ね、デイビッドプロダクションっていうね、ところに変わって、名前あんまり聞かなかったなって思ったら、ジョジョの制作なんすよね。そう、あそこ結構、アニメとかのオープニングで、まあ、3D 使ってたりして、まあ、そういうところで、ブレイブウィッチズのね、CG がやべえみたいな、作画崩壊はなかなか起こんないのかなと、結構安心してます。いや、ぶっちゃけ当たり引いてる、これは。最強。いや、もう勝ち組。やったね、優勝。でですね、まあ、そういうところで話をルミナスウィッチーズに移したいかなって感じなんですけど、だってさ、正直ね、ストライクウィッチーズの R2B に関しては、
なんだろう、調べたところで YouTube にヒットするね動画が全然ないし、話題に上がってない気がする。興味ねえだろお前ら、どうせ。いやー、マジ話題性に上がってないってやべえんだよな。多分若い層が入ってこない、どうすんねんって感じ。結構心配なんですけど、大丈夫かな。まあ、古参オタク、まあ僕も結構嬉しいんですけどね、言うて。まあ R2B もなかなか長く続いてほしいかなと、しっかりと。そう、何よりね、ロードトゥベルリンとか言ってね、ベルリンで終わりじゃねえんだよ。オラーシャ、オラーシャ、オラーシャ解放してください。僕サーニャが好きなんですけど、オラーシャ解放されないとね、サーニャがね、パパとママに会えないんですよ。お父さんとお母さんに。寂しいじゃん。ね？オラーシャ解放しよう。マジ R2B で、屋台骨畳んだらさ、オラーシャ解放戦線とか言って勝手に同人作るからね。はい。まあそういう話は置いといて、とりあえず、ルミダスイッチズのね、そう、やっとキャラが動いたんすよ。あれは感動的だった。ね、2018年のね、ミンデキで、なんか、10周年、なんかあんのかな、つって。音楽隊一致です。うおーっつってたら。そう。やっとやっとですよ、キャラが動くの。で、来年なんですよ。思えばあれから、なんだろう、約2年か。人力が何月だったか覚えてないんだけど、まあでもすごいよね。で、ルミナスの子たちってさ、みんな新人だったんすよ、多分あれ。そこをさ、そのなんだろう、全員メインキャラまで押し上げるみたいな。そう。結構PV のね、なんだろう、歌の声って言いますか、音程っていうか、すごく良かったし、いや僕はその、なんだろう、曲としては本当に満足でした。そう、あれが実際、なんだろう、長いアニメとして制作するにあたったら結構難しいかなっていうところもあるんですけど、まあ PV 見てる感じだったらね、全然違和感なかったし、まあこれはいいアニメになるぞっていう感じもあります。はい。で、まあ、次にね、まあ、その作画に関してなんだけど、そう、びっくりした。なんか全然違うんだもん、ストライクウィッチーズと。制作会社シャフトさんなんですよ、シャフトさん。すごいね。いや、まさかね、ウィッチーズをシャフトが作るとは思わなかった。金かけたんだろうな、知らんけど。まあそんだけね、まあワールドウィッチーズシリーズが、まあコンテンツとしてお金が動かせてるってことですよ。まあ働いてるね、社畜の老人の方々が頑張ってお金を突っ込んで、みんなのお金でできたことっつって、まあ、あんまり言い過ぎると良くないな。まあね、でもそうしないとね、やっぱりコンテンツがどんどん衰退してっちゃうようになっちゃうからね。まあやっぱり新しい客層とお金をぶん回すためにシャフトさんが入ってきて、まあ新しく、まあアイドル的なポジションでね、音楽隊ウィッチーズとルミナスウィッチーズができましたっていうことで、まあ本当にコンテンツとして長引いてほしいですっていうのは置いといてね。とりあえず、そう、まあ、アニメーション内容に関してなんだけど、そう、びっくりしたっていうのも、もともとね、漫画版だったら、つかいまっていう設定があったんですよ。なんだろう、魔法を使うときに、耳と尻尾が生えるっていう、その設定の元なんですけど、あれがね、つかいまとしてね、独自のね、個性を持ってね、勝手に出歩いてるね、映像はね、
多分初めてだったよね。ちょっとさすがに2007年のもともと原本の OVA って言います。あれに関しての話出されたら知らないんだけど、そうアルミナスちゃんたちはそういう使い魔をペットみたいな感じにしてね、まあ仲良くやっていくんだなっていう話で、まあ、あれもなかなか面白い、なんだろう、そのストライクウィッチズとの差別化になってて、まあなかなか期待できるんじゃないでしょうかということですね。と、まあね、可愛いね。そう、なんかあれなんですよ、僕個人がね、すごくなるみまいちゃんみたいなね、なんかハキハキとしててね、ああいう感じの子がね可愛いなって思って、可愛いなと思ってるんですよ。はい、まあルミナスは辞任をしていきたいかなと思います。はい、まあ、大体喋り尽くしたんですけど、まあそう、何よりねこの2つの、まあ、ウィッチーズシリーズの新しい話が出てきて、まあ、次2022年とか2023年とかどうなっていくかなっていうただの予想なんですけど、そう若干の心配があってですね、あの R2B、 まあ今回その当て文字としてロードトゥベルリンっていう、まあ文字が当てられてるんですけど、もともとのこれ空軍用語でリターントゥーベースっていう、基地に帰投するって意味なんですよ。要はなんだろう、着陸みたいな、ミッション終了みたいな感じで、なんか R2B ってつけちゃうと終わらせる気でいますみたいな、そんな感じがしちゃってね、若干心配なんですよね。いやー、そうマジオラー社解放しろって感じで、あとですね、その要は結局中国地方とか、中国地方っていうかそのあそこら辺の、まあ、東アジアのあの不総会の向こう側が結構その設定として、まあ、曖昧に濁されてるっていうかね。そう、あと、まあ、実際そのリベリオンのあそこら辺とかも全然その舞台として書かれないし、まあそこら辺の掘り下げも映像作品としてやってほしいなっていう勝手な僕の願いがあるんですよ。はい、まあやられなかったら同人で勝手に補填していくんですけど、まああとルミナスもね、そう今まで要はミリタリーと美少女っていう、そういう展開でやってきたこのウィッチーズシリーズに、まあ、新しい切り口を入れてくれるかなと思うところなんですよね。そう、まあそのなんだろう、やっぱりウィッチーズ世界ってあの、まあ、独特じゃないですか。そのネウロイがいたり、あのパンツじゃなかったり、あとは使い魔がねいたり、空飛んだりパンツじゃなかったりするじゃないですか。そうだからね、なんだろう、世界観広げてほしいかなっていうのはとてもあります。まあね、こうやって適当にグダグダ喋ってる理由も某コロナのせいでね、コミケが中止になりまして、僕ねその早稲田大学ストライクウィッチーズ研究会に一応所属させていただいているんですけど、まあ、残念ながらねその記事を発表する場所がなくなってしまったということで、まあこういう形で感想を適当に喋ってるだけなんですよね。そう喋りたいんだよ、まあ、ただね僕のツイッターの界隈が悲しいことにガンダムしかわかんねえやつしかいないから、
こういう感じで動画として残していきたいかなと思います。はい、まあ、2020年の、まあ、9月とか10月にこの動画を掘り返してくれた人とか、まあ感謝感謝シェイシェイって感じなんで、はい、まあ話す内容もなくなってきたということでね、まあここら辺で終わりにしていきたいかなと思います。まあ本当はね、民劇の会場で翼担当を振ってね、だいぶ楽しみたかったんですけどね、まあ今回はそのコロナウイルスのパンデミックということで残念ながら中止になってしまったので、まあ次回はね、冬の民劇は開催できるのかな、開催してほしいけどね。はい、まあね、その2020年10月楽しみにしていきたいかなと思います。ではお疲れ様でした。バイナラ。